おそらく。いろいろ試したが、眠ったままだ。こいつも隕石に触れたんだな。馬車にあった石のことか？心配ない。術で処分した。ところで、こいつもってことは、他に同じ状況の人がいるのか？この断罪の目は、ムマが真貝の谷から湧き出すのを見たわ。清泉町の民は、今も苦しんでる。ええ。モンドにも深い眠りに落ちて目覚めない方々がいます。この方と同じように。そうか。隕石による影響は、結構大きいんだな。この格好、暁ワイナリーの人で間違いなさそうだ。きっと、彼がフリッツだな。特徴的な服ではないのに、パイモン様は観察力が鋭いのですね。オイラの記憶力はもっといいぞ。でも、この人と比べたら、確かに特徴的じゃないもんな。僕？おお、そういう格好は初めて見たな。僕は稲妻から来た不老に、彼を助けようとしたら君たちが現れたんだ。隕石の件の調査をしてるのか？おう、依頼を受けたんだ。我が名は断罪の公女フィッシェル。人々の呼びかけに応じて参上したわ。お嬢様の眷属のカラス、オズです。セピロス騎士団栄誉騎士の大親友のパイモンだ。へえ、では君がセピロス騎士団の栄誉騎士なんだな。公女は出征した。運命を告げる制裁の雷が悪夢の種に粛清をもたらすこと、期待しなさい。なんだい？こういうやつなんだ。気にするな。おや、何かあったのか？洗顔群だ。ちょうどよかった。ここに寝てる人がいるぞ。洗顔群が来たなら、僕はお役御免だな。君たちに出会えてよかった。用事があるから、先に失礼する。健闘を祈るよ、冒険者たち。またな。オイラたちは人探しでここに来たんだけど、人が倒れて